行くぞ、ユース。ついに URA ファイナルズまで進んだ。僕はこのデュエルに勝利し、君を消滅させることでこの世界を救い、そしてゾーンを救う。僕のパートナーは東海帝王。このモンスターはスピードとパワーを上げ、さらにスタミナをギリギリ C に持っていき、さらにシーバー適性を S にすることによって、この URA ファイナルズ決勝を有利に進めることができる。行くぞユース、見せてみろ君の可能性を、そして限界を。ミホのブルボンがいるな。ミホのブルボンは要注意だ。あのモンスターは最後の最後、逃げ切ることによってこちらの優勝を阻止してくる。気をつけるんだな、東海帝王。URA ファイナルズ決勝、ランニングデュエル、アクセラレーション。さあまずはスタートにつくぞ東海帝王。ミホのブルボンには要注意だ、3番人気。そして成田ブライアンもいるな。成田ブライアンが2番人気だと誘っているのか。だがその人気ブラフとも考えられる。我が東海帝王は1番人気、臆することはない。ランニングデュエル、アクセラレーション。スキルコンセントレーション発動。このスキルは1ターンに1度スタートが得意になり、出遅れる時間がわずかに少なくなる。何、ミホのブルボン、その先行誘ってるのか。東海帝王、ミホのブルボンのスリップストリームについていけ。そして後方の馬娘たち、スリップストリームで私についてこい。行くぞユース。ミホのブルボンよ、その逃げ誘っているのか。余裕のランニングのようだな。だがその余裕ブラフとも考えられる。東海帝王、焦るんじゃない、まだデュエルは始まったばかりだぜ。遊戯みたいになってしまったな。行くぞミホのブルボン。何、成田プライヤーが消えた。見せてやろう、これがアクセルシンクロを超えた先にある新たなる境地、トップクリアマインド。僕はテクチューナススーパークリクト、テクチューナスサクラバクシー用に、テクチューナスメジロマックイーンをチューニング。リミッター解放、レベルマックス、レンジ修正、ナビゲーション、オールクリア。無限の力よ、時空を突き破り、未知なる世界を開け。ゴーデルタアクセル、カモンテクチューナス、ハイパー東海帝王。行け、そのまま東海帝王突き進め。君の未来のその先を、東海帝王、君は僕たちの希望だ。アクセルシンクロは光をも超える、光を超え未来を切り開くんだ。行け東海帝王、そのまま突き進め。行け、見せてもらったよ東海帝王、君の可能性を、君の限界を。よくやった東海帝王、降参が甘かったようだな。ミホのブルボン、ミホのブルボン、今の君では私は倒せない。君の限界を超えぬ限りはな。さああとは評価値を見ていこう。これだけ頑張ったんだ、これだけ育成を頑張ったんだ、あとは青因子3が出ることを祈るのみだ。東海帝王、分かっているんだろうな。ここで出なかったらこのスマホ叩き割ってやるぞ。いいか、許せ手綱、黙ってろ。今俺は青因子さんにしか興味がないんだ。来い東海帝王、君は僕の希望だ。アクセルシンクロは光をも超える。青因子さんをくれ、頼む。行くぞ、それはいい、来い青因子さん。リミッター解放。うわー、ゴミじゃねえか、ゴミじゃねえか、クソゲーかー。